よう松山。ジト、お前らのチームワーク、今日はペシャンコに叩き潰してやるたい。そういうわけなんで覚悟してくださいね。お前たちの強さはもう分かっている。覚悟するのはそっちだ。俺たちの強さ、フラノのサッカーの強さ、思い知らせてやる。せいぜいちまちまやってみればいいたい。ガッハハハ。上等じゃないですか。やってやりましょう、キャプテン。ああ、やってやるさ。みんな俺についてこい。ああ。お前の噂はわしの耳にも聞こえてきとるたい。長年喧嘩に明け暮れてきたわしの勘が、お前はただ者じゃないと告げているたい。わしのパワーでぶっ潰してやるから覚悟しておくたい。弱い犬ほどよく吠えるものたい。わしの勘もこれは外れかのう。左へパス、パスを出します。
もらったぜ。かわした。よし、米沢くん激しいタックル。中川くん素早く横に飛ぶ。連続突破で見せます。横にかわして、ここは止められない。素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。横をすり抜けた。ここから長い距離のパスを狙う。平戸、相手の猛攻を受け苦しい時間帯が続いています。松山くん、ここは抜かせません。中川くん、センタリングに合わせる。パントキック、どこまで運べるか。米沢くん、ダイレクトでパス。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す、なだれ攻撃だ。体ごとぶつかっていった。素早く横にかわす。ここから一気に攻め込みたいところ。右ひだたきのシュートを放った。これは反応しているぞ。キーパー止められない。まだまだ決める。ゴールを決めました。そうだよ。佐野くん、素早く横にかわす。松山くん、ここで止めた。かわして振り切った。竹野くん、ボールを奪うことができません。中野くん、横にかわして突破。このクロスは通るか。これは一騎打ちだ。空中での激突だ。小田くん、ボールを蹴り出した。長距離砲でゴールを射抜いた。やった。一騎打ちで回します。中野くん、ここは抜かせません。横をすり抜けた。次々に回していく。もらったぞ。かわして振り切った。いけ曽田くん、ここで奪った。麦田くん、ボールを奪った。森末くん、ここで奪った。体ごとぶつかっていった。よし、奪い返した。それ松山、行きました。パスを打たず。松山くん、キープのようなドリブル。あっと、っドリブルを見せる。イーグルショットだ。クッコーは畠山くん、このショットに反応している。松山さん、もらったぜ。キープ力なら、いっけー、イーグルショットだ。フリーキックからのリスタート。で再開。姫路くん、パスを出します。佐野くん、横に回して突破。チャージが決まった。あっ、何かわした。松山くん、現しのようなドリブル。痛ましい突破だ。松山くん、これはチャンスを止めるか。畠山くん、横に飛んだ。キーパー反応するも決まった。狙いすました。みんな決めたぞ。よし、決まった。これで横にかわして突破。これはごぼう抜きだ。ドリブルでボールを運ぶ。よし、前半アディショナルタイム突入。見切った。何、できればいい流れで前半を終えたいところ。それ力をためて強力のシュート。ジトー君、ここは身を挺して止めに行く。あと、このボールをブロック。チャージが決まった。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを見せる、なだれ攻撃だ。畠山くん、横に飛んだ。狙いすました。まだまだ決める。よし、見切った。何、それ、どうだ。よし、佐野くん、素早く横にかわす。それ、体ごとぶつかっていった。若松くん、パ。フラノ、大量リードでの折り返し。このさあ、注目の後半戦。佐野くん、横にかわして突破。素早く横にかわす。敵陣を切り裂く。ドリブルで突破。そうだ、かわして振り切った。これはごぼう抜きだ。渾身のパスを味方に送る。
中川くん、これはうまく受け取った。必殺のシュートを放った。畠山くん、ボールはまだ生きている。あっと奪い返した。中川くん、クロスを上げた。松山くん、ここは抜かせません。素早く横にかわす。倉野、この作戦主義な攻防をそうするか。パントキックで大きく蹴り出した。米沢くん、ここで奪った。かわして振り切った。ここは米沢くん、連続突破で見せます。シュートまで持ち込めるか。このクロスは通るか。平野、早くこの窮地を出したいところ。鮮やかなゴールを決めました。ここだ。しまった。オラオラ、佐野くん、横にかわして通る。体ごとぶつかっていった。もらったぞ。かわした。金田くん、パスを出します。森末くん、ボールを狙うも届かない。秋山くん、タックルを決めた。痛ましい突破だ。松山くん、奪えるものか。フラノ、相手にボールを譲りません。中川くん、クロスに合わせに行く。このタックルは不発に終わります。パスを回す。さあ、ゴール前です。守備陣の隙間を狙う。体ごとぶつかっていった。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。ここでチャンスを潰します。米沢くん、激しいタックル。中川くん、横にかわして突破。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す雪崩攻撃だ。イバキ、シュートを放った。ゴールキックです。長いパスが通った。米沢くん、ここは抜かせません。素早く横にかわす。ここ止められない。小田くん、ゴール前に上げた。余裕、ここで激突。空高くで火花を散らす。ただ飛んでボールを受け取れる。ゴール、まさに必殺で。やってやったぞ。ここだ。そんな、佐野くん、素早く横にかわす。あっと奪い返した。松山くん、荒橋のようなドリブル。勇ましい突破だ。やった。松山くん、そんな、ここからチャンスを作れるか。荒橋のようなドリブル。そうはいかない。勇ましい突破だ。奪えるものか。ドリブル。野田くん、ボールを奪って。ここだ。できません。イーグルショット。強烈なシュート。ここで鋭く反応。鮮やかにゴールを決めました。よし、やった。くそ、振り切った。そうはいかない。松山くん、ボールダッシュ成功。中川くん、横にかわして突破。止められない。それ、素早く横にかわす。連続突破で見せます。シュートまで持ち込めるか。センタリングを上げた。余裕、ここで激突。空高くで火花を散らす。野田くん、ボールを蹴り出した。麦田くん、ここは抜かせません。中条くん、パスを回す。チャージが決まった。よし、長谷くん、横にかわして突破。連続突破で見せます。秋沢くん、ボールを狙うも届かない。さあ、ゴール前です。このセンタリングをものにできるか。シュート、ゴールラインを越えてしまった。平野、ゴールキックで仕切り直します。大きくパス、パスを受けた。松山くん、ここは抜かせません。激しいタックル。それ、いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って始まった。松山くん、ここは抜かせません。いけ、
中川くん、ここからチャンスを作れるか。かわして振り切った。中川くん、横にかわして突破。フラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指す雪崩攻撃だ。おっと、これはオフサイド。平戸、この位置からのフリーキック。蹴り出します。それよし、まさに圧勝。ゴールラッシュで力の差を見せつけました。どうだ、ジト、これが俺たちの富良野のサッカーだ。その意地っ張りなところ、お前もなかなかの男たい。その調子で残りの試合も頑張るたい。ジト、ああもちろんだ、絶対に勝ってみせる。日本は広いの。え？わしが勝負したいと思う男が翼以外にもまだいたってことたい。これじゃあますますサッカーをやめるわけにはいかなくなったの。あいつめ、わしとサシの勝負で勝つとは、年下とはいえあっぱれな男たい。あの男の実力があれば代表に入ってくるのは間違いなかろう。ああいう男と共に世界の猛者と戦うのも一興かもしれんの。うん、今のシュートはいいぞ。だいぶ形になってきたじゃないか。おっと、そろそろみんなが来る時間だな。グラウンド整備するぞ。それにしてもお前も練習熱心だよな。大したもんだぜ。でも怪我だけは気をつけろよ。ああ、もちろん俺も気をつけてるさ。動けなくなったら元も子もないからな。まあ今は痛いのかゆいの言ってられない。何があっても絶対に全勝したいからな。一言ではなかなか言いにくいかな。俺たち富良野中サッカー部の3年生は小学校の時からずっと同じチームでさ、この前の全国大会が最後の大会だったんだ。優勝を目指して頑張ったけど結果は準決勝止まり。残念だったけど悔いはないつもりだった。中学を出ればみんな進路はバラバラだ。この思い出を胸に、これからみんなはそれぞれの道を行くんだなって思ってた。でも思いがけずにこの大会ができた。みんなで最高の思い出を作るチャンスがもう一回来たんだ。それに俺たちの中には受験勉強とか実家の手伝いでチームを抜けなきゃいけなかったやつもいてさ、そいつらの思いも俺たちは背負ってる。
だから何が何でも絶対に全勝する。そのために俺ができることは全てやりきる。この大会への参加が決まった時そう決めたんだ。最後の最後に全部勝って俺たちは最高だったって証明してみんなで思いっきり喜ぶためにな。キャプテン、おはようございます。おう、みんな来たか。監督はちょっと遅れるらしいです。その代わり牛乳と蜂蜜で作った特製スタミナドリンク持ってきてくれるみたいですよ。ああ、それは助かるな。よし、じゃあ今日も気合い入れていくぞ。ああ、ふぅ、よし、あとはボール磨きだな。あ、キャプテン、それ今日は俺たちがやりますから。ええ、今日は先に上がってください。いや、でも。いいからいいから、たまには早く帰って少しでも体を休めてください。あ、ああ、じゃあまた明日な。なあ、ちょっといいか。キャプテンについてなんだけど、いつもと違う気がしてな。いや、今までだってものすごく頑張る人だったぜ。でも今回は今までとは入れ込み方が違うんだ。俺たちもキャプテンとの付き合いは長いからなんとなくわかるんだ。でさ、お前最近キャプテンとよく一緒にいるだろ。一体何があったんだ。キャプテンから何か聞いてないか。そういうことか。俺たちのこと、抜けなきゃいけなかったあいつらのこと全部背負って。ああ、キャプテンらしいな。みんな、提案があるんだけど。あ、ちょっと悪い。あれ、山室からだ。なんだろう。よう、山室、どうした？あ、金田、実はさ。え、マジで？ん？なんだ？キャプテン、おはようございます。お前ら、こんな早くにどうしたんだ？どうしたって決まってるじゃないですか。朝練ですよ。俺たちはキャプテンよりも才能がないんだから、キャプテンより練習しないといけませんからね。こいつから聞いたんですよ、キャプテンがいつも以上に頑張ってる理由。ええ、キャプテンの思いは俺たちみんなも持ってる思いですよ。キャプテン、山室、それに松田と近藤もどうしてここに。みんなのことが気になって勉強に集中できなかったので来ちゃいました。俺もです。むしろちゃんと最後まで戦い切ってからの方が受験にも集中できるかなって。親と喧嘩になりましたけど、うちの手伝いは大会が終わってからやるってなんとか認めさせたんですよ。俺だってもう子供じゃないんだって。それに新人が頑張ってるのを見たら俺らも力にならないわけにはいかないなって。ああ、お前たちがいてくれれば心強いぜ。それで実はですね、受験勉強してて新しい戦術を思いついたんですけど、背水の陣ってどうでしょう。背水の陣？雪崩作戦を一歩進めた戦術で、言ってしまえば究極のカウンターです。俺も最初に聞いた時にこれはいけるんじゃないかなって思いました。うちはどっちかといえば守備型のチームですし。次は東方戦、あのヒューガや沢田、反町が相手だと
攻め込まれる展開が増えるはずです。それに普通に攻め込んでもキーパーの若島津から点を取るのはやっぱり難しいです。だったらいっそのことギリギリまでわざと押し込まれておいて、チャンスと見たら一気に全員で攻撃に出るんです。自陣に敵を多く引っ張り出す分、なだれ攻撃よりも危ないですけど、決まれば圧倒的な数的優位を作れるってことです。俺たちが数的優位を作れれば、若島津といえどゴールできないことはありません。守備から攻撃に移るタイミングを全員が見極めて、全員が一瞬で意識を切り替えて一斉に動き出さないとできない戦術ですけど、だからこそ俺たちならじゃなくて俺たちしかできないと思うんですよ。お前らそんなにまでチームのことを考えていてくれたんだな。そりゃそうです。俺たちだってフラノ中の一員ですからね。絶対に全勝しましょうキャプテン。ああもちろんだ。それじゃあ早速フォーメーション練習だ。時間がない、目いっぱい集中していくぞ。ああそれと親父からの差し入れでうちの牧場の肉いっぱい持ってきたんだ。今晩みんなで食おうぜ。ほほよし今日の練習はここまでだ。うぃー疲れた。ほらほらまだ片付けがあるんだぜ。ああそうだった。今日も一日頑張ったな。お疲れ。いやー今日は本当に疲れたぜ。朝からずっと練習だったからな。でもこれからお楽しみの飯の時間だぜ。近藤んちの肉はうまいんだ。どうした山室。いやちょっと離れてる間にチームが随分成長した気がしてさ。そうだよな。連携とかはもちろんだけど雰囲気も前よりもっと明るくなってる気がするんだ。俺も思った。練習もさ夏の大会前よりも楽しい感じがするんだ。やっぱりそう思うか。お、キャプテン。俺もチームがより強くまとまってきてるのは感じてるんだ。やっぱりあいつのおかげじゃないですかね。あいつが頑張ってチームに溶け込もうとしてるから、こっちもあいつのために何かしてやろうって気になるんですよね。そうだな。練習とか試合でも山室たちの穴を埋めようって頑張ってるし。言われてみれば今日の練習でも確かに。もちろんあいつがお前たちの代わりってわけじゃないぜ。頼もしい仲間が増えたってことさ。よしじゃあ頑張ってるあいつに持ってきた肉の一番いい部分をやろう。いやそこは平等にじゃんけんじゃないの。あいつの歓迎会も開いてなかったしいいんじゃないか。でも俺も食いたいな。確かにあいつを中心に団結力が生まれてるのかもな。よう。なかなか調子がいいんじゃないか。うん。頑張れ。
you